佐野線は、群馬県立林市の立林駅と栃木県佐野市の、久津駅を結ぶ東武鉄道の鉄道路線である。駅ナンバリングの路線記号は TI。2005年2月に、佐野市、田沼町、久津町が合併して、佐野市となったため、群馬県内は、立林市内、栃木県内は、佐野市内と、それぞれ一県一市を走っている。特急、両が、 朝の九頭発浅草駅と夜の浅草発九頭駅で設定されているほかはすべてワンマン運転の普通列車のみの運行である。普通列車は朝の始発列車が佐野初立林駅の運行であるほかは立林駅九頭駅間の運行である。1時間に日中は1本、朝と夕方は2から3本程度の列車が設定されている。このほか、9、 北盾林に扱い所への廃車改装があり、東部の各種車両や東京メトロの車両も入線する。佐野線の前身は1888年に設立され、1890年までにくずこ指名館が開業した阿蘇馬車鉄道である。江戸時代からくずで産出される石灰石を運ぶための馬車鉄道で小指名まで運ばれた石灰石や木材などは、 船に積み替えられて渡瀬川から利根川を下って東京方面に運ばれていた。しかし、石灰石の輸送は年間を通じていっていたわけでなく、換算機の馬の餌代が負担となっていた。そこで社名を佐野鉄道に改めて1894年に蒸気機関車による鉄道に変更した。1912年に佐野鉄道は東武鉄道に吸収合併された。 この頃、東武鉄道では、日光進出の計画を立てており、当初は、立林から佐野、九頭、カヌを経由して日光まで結ぶ構想であった。そのため、ルートの重なる佐野鉄道を合併したのである。東武鉄道は、佐野鉄道が持っていた、鉄道敷設免許を利用して、立林佐野間を建設、1914年に開業し、立林九頭間直通運転を開始した。 立林や東京浅草まで直行できる鉄道ができたことで、佐野町腰名館の旅客、貨物輸送は著しく減少し、1915年には旅客営業を休止し、1917年に廃止された。くずからの石灰石輸送は、東武鉄道となってからも続けられ、くず駅から先では、東武の藍沢線、大加納線、日鉄工業は、 する専用鉄道といった貨物船が伸び、佐野線でも貨物列車が多数運行されていたが、トラック輸送への移行が進み、1997年までにこれらの貨物船群や北縦林に扱い食通館での貨物列車運行は廃止され、残った区期北縦林に扱い所館の石油輸送も2003年9月に廃止された。この佐野線の石油輸送列車が、 東武鉄道で最後まで運行された貨物列車で、これにより一世紀以上にわたる同車の貨物列車の歴史に幕が下りた。2006年3月より合理化のため全線でワンマン運転を開始した。院は、廃止駅、連絡所佐野連絡所駅名府省佐野町駅、高萩駅越名駅東部台、加納線、日鉄工業は、鶴専用鉄道専用線は、 相沢線の途中駅である上白石駅から分岐。ありがとうございます。